はいどうも、ダオチンです。さあ今日もドラクエテーマオフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はちょっと前から思ってた疑問を検証してみようと思います。どんな疑問かというと、装備ですね。アクセサリー2つ装備することができますよね。ここで同じやつを装備して効果が重複してるのかどうか、それが知りたいんですよね。アクセルギア一つで、10.5% で再行動となってます。二つ装備すると、21% ですよね。それがちゃんと、カウントされてるかどうか、それをちょっと調べてみようと思います。うん。一つ装備しても二つ装備しても一緒っていうならば、ちょっと装備が変わってきますよね。はい。では、今日の検証方法ですけども、アクセルギア、一つ装備してるときと、二つ装備してるとき、そのどちらともで、100回攻撃を行います。100回攻撃したところ、再行動が何回ずつ出るのか、それをちょっと調べてみようと思います。では、検証してみましょう。まず、アクセルギア、一つのとき、おーやっと勝てるかな。お、次はアクセルギア2つの時、やっとか。相手に行く。それでは検証終わりました。これはね、結果がはっきりと出ました。はっきり出た。まずですね、アクセルギア一つ装備して100回攻撃したところ、2回行動が5回発動しました。100回中5回、全然発動しない。10.5% のはずだけども、発動率は 5% です。とても少ねえ。5% はないね。で、2つ装備して、発動率が 21% になった時ね。100回攻撃したところ、37回発動しました。37% の確率で2回行動が発動。いやー、こんなにね、結果がはっきり出るとは思いもしませんでした。はい、今回の結果でアクセルギアは重複します。思いっきりします。むしろ一つ装備したぐらいではあまり意味がないです。二つ装備してようやく意味をなす、そういうアクセサリーだと思います。いやこれね、重複してないかと思いきや全然してる。うん、重複させないと意味がないです。はい、ということで皆さん、ぜひ2つ装備して、戦ってください。これアクセルギアだけじゃなくって、黒アイパッチとか解決マスクとか、ああいうのも、2つ装備しないとあまり意味がないと思いますので、ぜひ2つ装備してください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。